財政価値が大きくなることなんですね。もうすでに利子のために出さないといけない、他の、あのためにも出さないといけない、それがもっと大きくなるっていうことではないかと思います。という場合、消費税延期する確率も上がった、それが今日の、あの動かなかった、日銀の動かなかった、動かなかった、また一番新聞に出ました話の内容ということです。さて続いては、明日から始まる大型連休ゴールデンウィークに関するニュースです。JTBによりますと、こちら国内海外の訪朝、旅行者の数も合わせておよそ2400万人で過去最高を記録する見通しなんです。で今年は意外な観光地が人気ランキング上位に到着しています。平日に2日間の休みを取ると10年ぶりになる今年のゴールデンウィーク。 JR 各社によりますと、連休期間中の新幹線や特急の予約は去年に比べて 7% アップ。混雑のピークは下りが残りは3日の時間です。海外旅行も好調で、国際線の予約は去年より 13.5% 増え、今日から5月1日が出国のピークで、成田空港には大きな荷物を持った人たちが行列しました。一方、高速道路各社は上下線ともに5月3日から5日に10キロ以上の渋滞が多く発生すると予測。明日は午前中から関越自動車道の高坂付近で30キロの渋滞が見込まれています。そして連休中の天気です。明日から月曜日にかけては西から東日本を中心に晴れるところが多くなりそうです。火曜、水曜日は全国的に雨になりますが、ゴールデンウィーク後半は晴れて気温も高くなりそうです。はい、今年のゴールデンウィーク国内旅行の好調ということですが、こちら楽天トラベルの国内宿泊予約の上昇率ランキングです。見てみると2位は宮城県、3位は福岡、4位は島根、5位は愛知ということなんですが、1位はどこかといいますと、こちら広島なんですね。今年はあの厳島神社と原爆ドームが世界遺産に登録されてから20周年ということで注目が高まっていて、去年と比べて宿泊予約の上昇率 80.5%、 非常に高くなっています。でこのランキングをですね、今度ファミリー層にぐっと絞ってみるとまた変化が出てくるんですが、こちらご覧ください。1位は京都駅の周辺です。やっぱりこのエリア強いんですね。で2位は大分別府市内、実はあのこのランキング熊本地震が起こる前の予約状況なんですが、地震などはキャンセル相次いでいたということなんですけど、ホテルなどの被害があまり多くないということが分かってきて、今週初めから徐々に予約が戻ってきているということです。で3位はこちら長崎佐世保ですね。で4位は避難の宮古島で、今回の番組が注目したのはこの第5位なんですけど、こちらです。アサリなんです。宿の予約上昇率が 63.8%、熱海かつての社員旅行などで人気だったんですけれども、2011年宿泊客のピーク時の半分にまで実は落ち込んでいたんです。その熱海がなぜ今人気なんですか。この熱海で人気を集めているのが星野リゾートが運営するレゾナーレ熱海です。家族で楽しむホテルをコンセプトに2011年にオープンし、熱海のリコールファミリー人気の主役となりました。ロビーには子供向けの高さ 6.5 メートルのダイニングを